皆様ごきげんよう。何にもならないプロジェクト毎日いかがでしょうか。残り2日となった本日土曜日はおしゃべりマジシャンサコピーの登場です。サタデーナイトフィーバーサコピーです。どうぞ。はい、見えてるかな。はい、改めて私マジシャンサコピーでございます。皆さん少々お付き合いくださいませ。はい、本日はですねオルガンスタッフさんの何にもならないプロジェクトに参加していただいております。文字通り何にもならないんです。だってお客さんがいないからです。ですけどですね、何にもならないからこそもうね、本気でできる、もうすり切れたことができると私信じております。もうね、本日振り切ったサコピーマジック、どうぞ楽しんでみてください。先生、一応あっちにこのビルに向けて私マジックします。こちらね、ちょっと YouTube でもしかしたら流れるかどうかわからないんですが、舞台裏という感じです。もしね、流れた場合、ご覧になっている方がいらっしゃった場合、私のマジックの時間と展開に気づいた皆さん、大きな拍手お願いいたします。黒いウサちゃんが入っております。
あ、同じ色のね、うさたんが入っております。今がですね、入れ替わりイリュージョンというマジックやってみたいなと思います。はい、もう一つ説明しますよ。白と白でございます。これをですね、この辺置いておきますよ。はい、黒と黒でございます。これもですね、入れて、これもこの辺置いておきます。こっからです。よくご覧くださいませ。ウォッチ、これだけでございます。それでは確認してみたいと思います。白いハットからこれなんと、お、黒いウサちゃん出てきます。ってことは、黒いハットからこれなんと、お、白いウサちゃん出てきます。はい、ウサギの入れ替わるマジックでした。はい、ありがとうございます。はい、皆さんパソコンの前、スマホの前でね、鳴り止まない拍手ありがとうございます。でもしかしたらですね、こっから見始めた方もいらっしゃるかもしれませんので、もう一回やります。まあ、見逃した方もう一回やりますので、ご覧くださいませ。色戻しておきます。黒いハットと黒いウサちゃん、これ置いておきます。白いハットと白いウサちゃんです。まあ、同じ色ですよ。これもですね、置いておきます。じゃあ、ここからです。よくご覧ください。ワッチ、これだけです。今、不思議なことが起きたの分かりますでしょうか。それでは確認してみたいと思います。黒いハットからこれなんと、お、白いウサちゃん出てきます。で、こっちは白いハットからこれなんと、お、信じられない、黒いウサちゃん出てきます。はい、ウサギの入れ替わるマジックでした。はい、ありがとうございます。わー、皆さんね、温かい拍手ありがとうございます。ちなみにサコピーですね、お客さんいようがいないがね、このテンションですよ。お付き合いくださいませ。じゃあね、最後もう一回やります。最後はね、もしかしたら多分気づいてる方いらっしゃるかもしれませんので、まあ、分かりやすくします。色戻しておきます。白と白、これ白と白同じ色です。次、黒と黒同じ色です。じゃあ、こっからです。まだね、何も起きないです。まだ何も起きないです。同じ色ですよ。いきます。ある呪文を書きます。はい。テクマクマヤさん。今、不思議なことが起きたの分かりますでしょうか。それではね、確認してみたいと思います。これ最後です。白いハットから、これなんと、お、黒いウサちゃんが出てきます。で、ことは、黒いハットからこれなんと、お、白いウサちゃんが出てきます。はい、ウサギの入れ替わるマジックでした。はい、ありがとうございます。あー、皆さんもう飽きたかな。なんとなく、何分かったかな。これよく言われるんです。裏がね、怪しいとか、夢も希望もないかということをね、よく言われます。ちなみに画面の前で、なんか裏がね、怪しいなと思ってる方、どれくらいいらっしゃいますか。ははは、あ、そこそこいますね。今うなずいた方、手挙げた方はですね、夢も希望もない方でございます。冗談ですよ。まあね、好奇心ありますよね。僕もね、好奇心旺盛です。まあ、皆さんね、大丈夫あると思います。こっち側です。こっち側、これね、種想像ついたかもしれません。もしかしたら何人かついたかもしれません。皆さんの想像通りだったでしょうか。黒と白の裏側、これ間違いなく黄色と青でございました。はい、ありがとうございました。はい、ザコピーです。イエス。はい、こいつです。はい、そろそろお時間になってました。最後はですね、私音楽に合わせてマジックやらせていただきたいと思います。使用する曲はですね、プレのテーマソング、キミクレハート、この曲に合わせてやってみたいなと思います。ミュージックスタート。
ありがとうございます。皆さん、お付き合いどうもありがとうございました。